お前たちには聞こえないのか。この島の切り札、最強の破壊神の帯同が。破壊神？おい、なんだこのとんでもない気は。バカな、妖魔以上の奴が現れるというのか。戦いの始まりだ。そんな、まさか、あれは。イエイ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 、エビバディ盛り上がってますか。お姉ちゃん、またまた生き返っちゃいました。はあ、すごいよ、言っちゃってるよ、お姉ちゃん。エビバディ、なってるのよ。ブチャヘンザブチャヘンザ、さあみんなで一緒にブチャヘンザ。エヴバディ、サーバゲー。何が出てきても恐れることはないと言いましたが、これはちょっと。いや、そのちょっと恐怖を覚えたんだが。ユウユウ、お姉ちゃん、命運さんに頼まれたわよ。みんなの力を確かめてほしいって。で、このイケイケマシーンに登場登場。だったらやるしかないってことか。考え方を変えるんだ。真と戦うことを考えれば、あのロボットだって。欲乗り縦乗り何でもあり、本当のサウンド楽しんだもん勝ち。本気で来なきゃ即勝で。やりにくいですね、やっぱり。そうだな。みんなしっかりして、命運さんに私たちの力を見せないと。イエイイエイイエイ、盛り上がってきたところで行ってみようか。 DJ リョウキーオンザフロー、ドロップイン。行くぞ。行くぞ。完璧にこなす。行くぞ。行くぞ。さあ、行くぞ。DJ リョウキ。見かけはふざけているが、すごい力だぞこのロボ。命運さんが切り札っていうだけあるね。ネクストラップ、レディゴー。エルバディスクリーム。しかし命運はなんでこんなロボを用意しておいたんだ。切り札と。ネクストラック、レディゴー。言っていましたが、
考えている暇があったら戦え。押されているぞ。レッツパーティー。ハウ。もっともっと上げていくぜ。お次は特大極大レディーボー。なんてこった。それではお姉ちゃんは帰りますね。大丈夫、またきっと会えるから。うん、待ってるからね、お姉ちゃん。私の姿捉えることができたか。そうだな、お前たちの力は分かった。この島から出ていくがいい。もしかしたら真に一矢報いることができるかもしれん。どこまでも熱く強いお前たちなら。メウンさん、あなたも一緒に行きませんか、島の外に。そうだ、私たちと共に真と戦おう。真の怖さを知っているあなただからこそできることがあると思うのです。いや、私はこの島に残る。どうしてですか。この島の封印を維持しておかないとならないからな。真との戦いが始まった時、ここを一般人の避難場所として解放するために。え、お前たちが真と心置きなく戦えるように、せめてもの後方支援と思ってくれ。それがあなたなりの戦いということか。わかった、感謝する。いや、礼を言うのは私の方だ。お前たちのおかげで忍びの矜持を捨てずに済んだ。本当にありがとう。さあ行くがいい。戦いの待つ未来へ、忍びとしての明日へ。元に戻った。これでようやく島から出られるというわけだ。なんかそう思うと気が抜けるな。どうしたの、ユミちゃん。島から出られるようになったのなら。いえ、何でもありません。気にしないでください。もうそこまで言ったのなら話してよ。せっかくこんな素敵な島に来たわけですよね。うん、忍びの任務関係なくみんなで集まるなんてそうそうないことですよね。うん、まあそうだね。なのにウォーターガンでしか遊んでないですし。ああそういうことね、ユミちゃん遊び足りないんだ。いえ、そんな決してそういうわけではないのですが。ユミちゃん、考えてることはみんな一緒だよ。ああ、時間があるならもう少しこの島で遊んでから帰るとするか。遊ぶ体力ならまだまだ残っているしな。いいですか、キリア先生、バッチャン。ああ、今日ぐらいは好きにするといい。島から出れば忍びとしての戦いが始まるしの。楽しめるときは思い切り楽しむことじゃ。それじゃあみんな遊ぼう、日が暮れるまで。よし、アスカ、ならばスイカ割りで勝負と行こうじゃないか。いや、その前に砂浜まで競争だ。ユミとミヤビもだぞ。ほら、よーい、ドン。あ、ずるいよ、ホムラちゃん、こっちはまだ準備が。もう勝負は始まっていますよ、アスカさん。お先に。あ、みんなまで。